皆さんよろしくお願いします。哲学とです。まあなんか以前歌派さんタペストリーを買って、まあなんとですね、またちょっと味を占めて、新たなタペストリーを買ってみましたので、ちょっと開封していこうかなと思います。まあ、今回はもうせっかくなので2つ購入したんですけど、まあそうですね、ちょっとまあ一本一本紹介していこうかなと思いますね。よいしょ。なんかアマゾンすごい梱包が、梱包が、今回はですね、こんな感じかな。フェイト、グランドオーダーの、ジャンヌダルクのタペストリーをちょっと買ってみたんですけど、こんな感じかな。まあ、そうですね。よいしょ。あ、これもちょっと後ろに飾っていこうかなっていう感じですね。まあ結構、あ、来た感じイメージ通りだったんでいいかなっていう感じなんですけど、まあそうですね、まあ、実況の後ろなんかにも飾っていこうかなと思ってます。どうもありがとうございました。哲学とでした。もう一本はまた明日ご紹介したいと思います。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。